大和魔女では日本の競争馬。馬名の由来は冠名にイタリア語で最高の。主な勝倉は2013年慶応杯、スプリングカップ2015年半球杯。デビューは2月5日の京都競馬場の芝千1600メートル戦で見事にデビュー戦を飾った。2戦目に重賞のアーリントンカップに出走も発着に敗れた。 この後4月の中山の山東賞を挟んで、福島の姫さゆり賞を前目から押し切って2勝目を飾った。しかしラジオ日経賞は出遅れが響いて6着に敗れた。新潟の後藤連邦特別は直線抜け出して3勝目を飾った。そして東京の海事ステークスに勝利してオープン入りを果たした。昇級5初戦となった金シャチ賞はオーシャンブルーに2着に検討した。 中山金杯に続いて迎えた東京新聞杯は出遅れて後方になり最後の直線追い込むもクラレントを捉えることができず2着に敗れ一番人気だったダービー強チャレンジトロフィーも逃げる統計ヘローを捉えきれずまたも2着に敗れたそして KO 杯スプリングカップは最後差し切って重賞発制覇を果たしたその後安田記念は9着に終わる秋に入り スワンステークスとマイルチャンピオンシップは共に2着と、構想するも、阪神カップは7着に敗れる。この年は6戦するが阪神カップの3着が、最高だった。阪急敗で、久々の勝利を収めるもその後は、惨敗が続いた。2016年は3戦続けて2桁着順となり、2016年4月6日付で、JRA 競争場登録を抹消され、 岩手競馬に移籍した。その後、楽天サラブレッドオークションに出品され1700万1000円で落札された。5月22日のオロターフ特別で故障を発生し、競争中止。右第一種関節解放脱臼により、予後不良と診断された。ありがとうございます。